こう見えても会社からはエリート扱いされてますので、遅刻なんて言語道断です。その話はやめてください。あら、本当ですね。うっかりしました。では行ってきます。無理しすぎな。大家さん、キモい。なんなの本当に。これじゃ、さっきの綺麗なお姉さんと話してる時はふにゃふにゃ笑ってたくせに、超絶頂美少女のミカちゃんには大家さんって年上がタイプだったんだ。そういうことなんだ。知らない。ただ大家さんが私よりあのお姉さんに優しくするのは気に食わないな。恋人じゃないけど、ちょっと親しい友達くらいだと思ってた。なんだか私といる時よりも楽しそうな姿にショック受けたし。じゃあそれはそういうことで。あの女の人は何なの？いつ知り合ったの？どういう関係？よかったんだろうね。密閉された部屋であんなに綺麗な美女と二人きりで入ってたってことだよね。そこで熱い空気を作り出した後、二人でイチャイチャしてたって話なんだよね。ま、冗談なんでしょ。大家さんがあんな美女と手をつなぐなんて無理じゃない。いくら冗談でももうちょっと話になるような冗談をしてよ。ミカちゃんポイント400点減点。とんでもない冗談はさておき、本当に何があったの？教えて。ふむふむ、そんなことでござるか。って、あんなに綺麗なお姉さんが、すごい臆病でありんす。コンセプトは崩れた方が面白い。立派な職場に勤めて能力もあるが、実は臆病。女として最大の敵でござる。ギャップ萌えの権化。これは負けてばかりはいられない。大家殿、我々も特訓を始めるのはどうじゃ。世の中どうなるかは誰も知らぬのじゃ。大家殿の心を奪う女子がいつ現れるかわからぬのじゃ。そういう時に備えて特訓じゃ。よっ、独り言。大家さんも腹黒い男だったっていう事実に驚いたってこと。正直、大家さんがあんな美女とお話ししているのを見てたら、なんでだろう。シングルの友達だと思って、では、今もシングル同士っていうことで。いやー、超絶頂美少女のミカちゃんの嫉妬を受けるなんて、大家さんは。本当に幸せな人だね。問題ってこの超大型ミーチューバーのミカちゃんがあんなことを起こすはずはない。
ういうつもりじゃなかったんだけど、それが流れに身を任せていたら、つい…いやー、そんな目で見ないで。私も好きでやったことじゃないの。偶然に偶然の事故なの。すみません、申し訳ないです。この借りはいつかきっと返すから、だからお願い、お願い、ね、ねえ。言って、全寿司のコースも焼肉のセットも。じゃあ早く来て。どうしたらいいかわからなくて困ってたの。さあさあ早く。
もしかして私の放送マネージャーに就職しようと思ってる？何？何でも聞いてみ。物知り博士ミカちゃんが全部答えます。どうしても聞きたい？そうなんだ。それは心強いね。大家さん、私ちょっとだけ甘えてもいいかな？私の話とか喋っていい？大家さん、くどいてくるね。私、高校時代までは結構モテたの。周りにはそうでもないふりをしていたけど、熱い視線を受けてたからみんなに知られまくっちゃったの。そんなモテる人がブログに MeTube までしてたら、当たり前のようにもっと人が集まってくるでしょ。実際毎日たくさんの人に囲まれてたし。いや全然、逆に私はみんなの視線を楽しむタイプ。その時も有名人になると。でも有名になればなるほど仕事は増えるし、どんどん人間関係に疲れることになったの。だから当たり前のことでみんな私から離れるようになったの。今のミカは別人みたい。また別の幼馴染は私にお金を要求してきた。生放送や撮影のサポートをしたからって。そんなありえない話になるのがお金なの。高校生にしては結構儲けてたから。それは無理って言ったらすぐにブロックされた。今考えてみると私は変わってないのに。でもいつの間にか一人、二人、三人、みんな私から離れて。この前大家さんは私が仮面をかぶってるって、合ってると思う。人々に傷つけられたくないから。私にはそりゃ、ならせめて私が現実から逃げ私自身が考えても大家さんがかな。ミカちゃん、冗談。お尻かい、さっき私、大家さんが。だったらさ、賭けでもしてみない？大家さんは、私がゲーム。